今回はバーラ戦争を解説するよ。ハルシャ・バルダナが前王朝グプタ朝の再生に失敗したため、北インドは全国的な混乱状態に陥った。その結果、多くの小国家が領土の拡大を図ったんだ。そのうち最も長く続いたのが750年頃に創建されたバーラ朝のベンガル王国だった。以後3世紀にわたり、バーラ朝は3度も西方への領土拡大を試みたが、その都度より強大な王国に打ち破られた。バーラ朝の統治者ダルマパーラはバーラ朝の勢力を西へ拡張していったが、ハルシャの首都であったカナウジで新興のラーシュトラクータ朝の抵抗にあった。ダルマパーラの後を継いだデーバパーラは古来からのデカン地方の統治権を主張し、ナルバダ川に沿って軍勢を進めたが、結局ラーシュトラクータの軍勢に大敗した。パーラ朝はガンジス川の東岸一帯を侵攻したが、ラージプート族がこれに怒って連合軍を形成し、916年にベンガルに進軍して勝利を収めた。その後パーラ朝の侵攻は収まっていたが、マヒーパーラ一世が即位すると、西はベナレスまで、南はインド東岸まで勢力を拡大した。これを受けて1021年、チョーラ朝がインド北部で軍事行動を展開した。1025年、チョーラ朝はベンガルに入り、マヒーパーラ指揮下のパーラ朝軍を破った。その後パーラ朝は衰退の一途をたどり、11世紀末にゴール朝のムハンマドの侵略を受けて滅亡した。今回の解説は以上となるよ。最後までご視聴ありがとうございました。